やったわよ。だから肉まん買って。なんだそりゃ、くっつくなって熱い。いや、本当に熱いぞ。風か。風風。だから肉まん買わん。そんなもん食ったらアキコさんの晩飯食べられないだろうが。じゃあ別のもの。なんだそりゃ。いいから。いやもうしょうがないな。ナギちょっと待っててくれ。いや、あ、これがいい。食べ物じゃないじゃん。いいのよ、ほらかわいい。わかったよ。もっと高いもの買ってもらえばよかったのに。なゆき。なにやってんだよ。あらあら。はい、落とさないでね。もう、なにやってんだよ。私悪くないもん。これが使いづらいだけだもん。はぁ？まこと、お箸使えてたでしょ？だけどなんだか手が疲れてて。今、スプーン出してきてあげる。あ、あきこさん、それいくらなんでも甘やかしすぎ。まこと？まこと！まこと！水瀬と言います。41。はい、急に倒れまして。はい、ではよろしくお願いします。見てもらえるそうよ。タクシー拾ってきます。雄一。なゆき。私が行くよ。雄一は誠のそばにいてあげて。誠、今病院に。ゆういちさん、どうしたの？いないんです、まことが。あんな体でどこに行ったんだ。まさか。
にいる。マコト、何やってるんだこんなところで。私、お医者さん嫌いだから。バカ、医者に診てもらわなきゃ治るものも治りゃしないだろう。お願い、お願いだから連れて行かないで。お願いだから。分かったよ、もうお前が嫌がることはしない。だからさ、帰ろう。これ以上その子に関わらないでください。その子はあなたに対応のない苦しみを与えるはずです。見ず知らずの人間にそんなこと言われる筋合いはないな。いいんですね。あなたはこれから本当に辛い目に遭うのですよ。落ち着いてる。朝ごはんどうします？食べます。学校行かなきゃ。寝てないんでしょ？無理しない方がいいですよ。平気です。それより誠の面倒なら今日は私が見ますから。すみません。探したよ、昨夜の言葉の意味が知りたくてな。君は誰だ？天野三塩と言います。お前知ってるんじゃないのか、あいつのこと。いいえ、知りません。じゃあなんであんなことを。あなたは知っているんですか、あの子のこと。いや、あいつは俺に恨みがあるとか言ってて、でもそれは何かの勘違いで。出会っているはずですよ、あなたとあの子は。え、覚えていないのは当たり前です。だってその時あの子はまだ人の姿をしていませんでしたから。何言ってるんだよ。昨夜あなたたちがいた物見の丘には昔から不思議な生き物が住んでいたそうです。長く生きている間にあやかしの力を得た狐たちが狐たちは村に災いをもたらす存在として古くから忌み嫌われてきました。それ昔話だろ。昔話なんかじゃありません。あの子は人間じゃないんです。あなたに災いをもたらすために現れた。それ以上言うな。信じられるかよ、あいつが人間じゃないなんて。人に災いをもたらす化け物だなんて。信じないのは自由です。ただこれだけは覚えておいてください。あの子たちが人の姿でいるためには二つの代償が必要だということ。代償？記憶と命。マコト、お前は一体誰なんだろうな。それは私も知りたいよ。マコト、私夢を見ていたの。夕べ行ったあの丘でずっと一人ぼっちで待っている夢。誰を？わかんない。だけどなんだか悲しくて、そいつのことひどく許せなくて。雄一？え、いや心配するな、それは夢だ。誰もお前を一人ぼっちになんかするもんか。雄一、お願いがあるんだけど。うん、なんだ？あれ、読んで。お、わかったよ。恋はいつだって。俺は思い出していた、子供の頃に拾ったあの小狐のこと。罠にかかったせいでひどく怪我をしていて、俺はあいつが走れるようになるまで面倒を見てやった。だけどここにいる誠が
あいつの生まれ変わりだなんて、そんな突拍子もない話、信じられるはずもなかった。迎えに来るから、その時までさようなら。はい、終わり。もういいだろ、汗かいてるじゃないか。なんだよ、ボタンくらい外せないのか。やって。え、わかったよ。そう、信じたくなかった。あの子は人間ではありません。その日を境に、誠の具合は日に日に悪くなっていった。ん？ほら、貸してみ。つかの間の奇跡の中にいるのですよ。奇跡？そう、あの子が自らの命と引き換えにして手に入れた一瞬のきらめきです。奇跡か。確かにあいつは日に日に衰えてるよ。まるで子供に戻っていくように、いろんなことを忘れてる。近いのですね、終わりの時が。なあ天野、あいつを助ける方法はないのか。バカだなあいつ。自分の命を削ってまでどうして俺に会いに来たんだ。俺に仕返しするためか。そんなに俺のことが憎いのかよ。寂しかったんだと思います。え？一人ぼっちで置き去りにされて、ずっと相沢さんに会いたくて。その思いが奇跡を起こしたのではないでしょうか。そうか。あの子たちは昔話に出てくるような忌み嫌われる存在ではないのですよ。あ、天野。本当にいい子たちだから。だから別れはこんなに辛くて悲しい。天野、まさかお前。誰かが私と同じ悲しみを味わうのは見たくなかったから。ありがとう、礼を言うよ。どうかあの子の思いを叶えてあげてください。分かってるよ。2月に入って最初の大雪が降った。誠は言葉を喋ることさえままならなくなっていた。それでも俺が漫画を読んでやれば嬉しそうな顔をしたし、肉まんを買って帰れば喜んで食べた。その笑顔が俺の心の支えだった。ん？なんだよ。もう寝る時間だぞ。行くなって言うのか？分かったよ、お前のそばにいてやるよ。夢を見ている。薄桃色の綿菓子みたいな、とびっきり甘い素敵な夢。口に入れた途端、夢は魔法にかかったみたいに儚く溶けて消えていく。後に残るのは切ない思い出だけ。精密検査？大学病院を紹介してもらったの。すごく腕のいいお医者さんらしいから、見てもらえばきっと良くなるよ。私、お医者さん嫌いだから、お願いだから連れて行かないで。わかりました。でもその前に一つだけお願いがあります。いらっしゃいませ。
ねえゆういち、こういうところでよかったの？いいんだ、変に高いところに入ったら緊張しちまって家族って感じがしなくなるだろう。沢渡誠様、お誕生日おめでとうございます。お誕生日って？いいんだ、俺が決めた。誠は今まで誕生日なんてなかったんだから、今日が誠の誕生日だな。そうね、そういうのもいいわね。おめでとう誠。おめでとう誠。おめでとう誠、よかったな。ん？誠？なあ、誕生日の記念にみんなであれ撮らないか？面白そうね。うん、やろうよ。よし、誠、何やってんだよ。一緒に撮ろうよ。ほら誠。じゃあ撮るぞ。誠もいい？やけどしないようにしろよ。誠は本当に花火が好きですね。そうですね。物悲しい真冬の花火、ほのかな火花を見つめる誠の横顔も線香花火のように儚く消えてゆく運命なのだろうか。あきこさん、ナイキ。なに？ありがとう。翌朝、誠がまた熱を出した。それが何を意味するものなのか、俺には痛いほどよく分かっていた。今救急車が来るそうよ。そうですか。なゆき、準備しないと。誠、何かしてほしいことあるか？ん？どこか行きたいのか？あの丘に行きたいのか？わかった。ゆういち、どこへ行くの？物見の丘に。何考えてるの？誠は病人なんだよ。早くお医者さんに見てもらわないと。医者に誠の病気は治せない。ナユキ、アキコさん、こいつ帰りたがってるんです。自分が生まれた場所に。生まれた場所？物見の丘が？こいつの仲間が待っているから。こいつ人間じゃないんだ。昔俺が拾ったキツネの生まれ変わり。何言ってるのユイチ。誠は？それじゃあ行ってきます。あの子だったのね。え？雄一さんが昔拾ってきた小狐、大好きだったの。鈴の音色が。あの子、私のお財布についていた鈴でいつも遊んでいたわ。そうなんだ。天野、行くのですね、あの丘に。ああ。はじめまして、天野三塩と言います。あなた名前は？大丈夫よ、怖くないから。誠？そう、いい名前ね。天野、ありがとう。どういたしまして。誠、また遊びましょうね。あ。
寝るなよ、マコト。もうすぐ着くからな。遊ぼうぜ、マコト。お前の好きな鈴、鳴らしてみろよ。そうだ、もっと鳴らしてみな。見えるか、お前の生まれた場所だぞ。また一緒に遊ぼうな。春になって暖かくなったら、お前だってきっと元気になる。だからその時は一緒に。マコト、どうしたんだよマコト。ほら寝るなよ、物見の丘に着いたんだぞ。そんな、まだ早すぎるよ。マコト、マコト、マコト。いいお日柄ですね。天野は相変わらずおばさん臭いな。物腰が上品だと言ってください。え、一つ思い出したことがあるんだ。え、あいつの名前だよ。名前、あれ俺の初恋の人の名前だ。俺よくあいつに話してたんだよ。沢谷誠っていう人がどんなに優しくて綺麗な人かって。あいつそれを覚えていたんだな。それが二人の道しるべだったんですね。ん？どうかしましたか？いや、あいつらまた野原を駆け巡っているのかな。でしょうね。小さな営みの中、また新しい命が生まれて育まれて。命は巡るか。さよなら、誠。どんな願いも叶えてやる。俺がアユに渡した人形、7年前の小さな人形。カノン第11話、約束。